視聴者の皆さん、はい、大体明かしましたよ、こいつは。僕が入った人と入ってない人がって。お前じゃあこれ、払ってないの？払ってないです。やっぱり売り上げ上げれてなかったっていう、うん、まあ、一言欲しかったなっていうのがあって、うんうん、社員の皆さんはすいませんでした。カメラ回ってる、回ってます、カメラ回ってる。みどり、やらかしたなお前、はい、視聴者の皆さん、はい、やらかしましたよ、こいつは。やらかしたよ、顔出しレベルのやらかしたぞ。ちょっと何かわからないですけど、制作謝罪レベルだよ。すいません、やばい。何を笑かしてしまったんですか。お前、こいつもじゃん、こいつも、入ってない、何が。いや、なんか、はい、ボーナス入った人と入ってない人なんだって。え、そうなんですか。大体俺、ね、毎年え入ってる人もいれば入ってない人もいるけど、それをやらかし、みんな入ってないなら私もね、みんな入ってない、結構入ってるよな、ほぼ入ってる、20人か30人ぐらい、もうなんですけど、対象者が、はい、うちの5人ぐらいしか入ってない なんでそれが起きてしまったの。年間いくら800万円くらいのやつが50万円くらいのやつが今年、はい、どうなんですか。なんでそれが起きちゃったかね。なんでだろ、なんでそれが起きましたか。俺がちっちゃい。いつも社長から賞与のあれをもらうんですけど、賞与一覧表みたいな、みんな誰どうするますかみたいな、確認不足もあって、何確認不足、確認俺が悪いみたいな言い方だ。じゃあ、まあ俺が説明していいじゃん、はい、過去5回分だけとか毎回な、ね、例えば小林克信50万、はいはい、まあ、緑50万、はいはいはい、北山美代50万みたいな、はいはいはい、でそれが、まあ、過去5回分で何年何月、はい、ガーッジャーッてあと社員の名前が残って「はいボーナス決めてください」って言っとったんだな、うんうん、変更ないやつは何も入れんかったの、うんうんうん、変更するやつだけ、まあ、書いたの、時間もギリギリだったし、新人のかな、お前も新人じゃん、ここ初じゃない、はいはい、そうですね、そうだな、なんでちょちょちょって書いたわけよ、はい、だからもう5人ぐらいしか書いてないわけよ、俺も。あ、そう、変更プラスになって、あ、これちょっと、うん、入ったばっかでちょうど1年経ったで、ね、まあ、そんなの少ないよ、うちは、はいはい、そう、期待するんだ、はいはい、いや、大いに期待してます、私は大いに期待します。5人ぐらいしか書いてないわけよ、はいはい、だって応募職員ってのは50万とか50万ぐらいもらってるやつだとか、足場もそうや、だって浮かぶは全然書いてない、あの言ってましたもん、翔さん言ってました、ザコキャラみたいな人だけがだそれ書いとるわけじゃん、ザコキャラ言ったからけど入ったばっかりだから、総額50万円やったんじゃない。そんなわけねえだろう、だってそれだけ入り込んどるよ、一人1、2万ぐらいだから今回あと全員ゼロになってるわけよ、50万とか、その足場なんかほぼ振り株全員ゼロ、うん、で縦とかなんかライン取ったもんな、勝利ありがとうございます入ったばっかで、まあ多分2回目だけど、最初は入って数ヶ月か半年だもんね。でこの間なんか土曜日俺さ、そのゴルフ帰ってきて、こう会社やったら、社長、これって払うの？これだけですよね？みたいな言われてきて、はぁ、どういうことって、これ俺言ってることがわからなかった。だから、要するに、あ、みどりちゃんはボーナス5、6人しか現状持ったってことですよね。じゃあ一覧だったら、それがまあさ、バーッとシャイのやつがもう30人以下になって名簿みたいな感じだよね、はいはい、ここに書くところは、これもうずっと毎年この金額って、はいはい、まあ、埋めるとこあるんだな、まあ、確かに埋めてない、はい、俺もう悪い、変わってないところ埋めなかった俺も悪いんだけど、でもその5人ぐらいは変更のやつだけはこう、ね、あ、じゃあ例えば10万だったやつを15にしたとかに書いてあるわけじゃん、ちょっともう分からでしょ。だってさ、よく考えたらさ、面白いな、この頃が厳しいんだなみたいな、そんな研究がちょっとやばい。しかもメンバーってなんか分かるじゃん、いや、なんか新入ったばっかだから、うんうん、あっ、この人には入れようっていうあれなのかなって。いやいや、それはないでしょ、逆に。そのでもみんながざわついたわけよ、会社一同が。でも俺には誰も言ってこない。だってこれ喋っとって、ここがまあ、お前が可愛くなってるじゃん、うん、で、ここがイングラスショーってるじゃん、うん、ここに新人がおるじゃん、社長ボーナスありがとうございますって言ってるじゃん、僕ボーナスちょこっと参りましたって先輩たちに言うわけでしょ、うん、だけど、俺が入っていいんですよ、足場班が一番なってると思うよ、そういうの。ちなみにこれ違う
電話で俺が電話したんだわ。あ、そうなんだ。別件でね。2件会見がちょっとその話をしだしたもんね。はい、ちょっと待ってって、もうカメラ回すけど。もう一回最初からお願いします。いや、一応そのボーナスの件で、その、うん、まあやっぱり売り上げ上げれてなかったっていう、うん、まあ、それのミスというか、そういうのもひっくるめてあるとしても、そのなんか、うん、一言欲しかったなっていうのがあって、うんうん、仮に入らないのはみんな事前にちゃんと伝えたら、うん、今の状況が思ったら分かるかなっていう。うん、いや、ボーナス入ってないもんね。もう緑点でざわついとったんだ。若干あって、まあ、他の声から、まあ、社長は今までそんなことないからないでしょうみたいな、うん、その、うん、一言もないっていうのがね。ぐらい、そうそうです、そうです。うん、で、しかも、その、店長、各店長が、俺も知らなかったんで、そこをなんか、社になんちゃんと伝えれんかったのが、なんか、ああ、そういうのね。今回。社長に話しなきゃと思って。今回ちょっとボーナスで。ないならないで、それは仕方ないことだと思うんですよ、その、やっぱり。うん、売り上げが立ってないのに、賞与っていうのは、それは仕方ないけど、その、事前にそこだけ伝えたかったなっていうのがちょっと本音あって、それはちょっと社長に話さなきゃと思ってて、めっちゃ言いづらそうに言っていたもんね。どんな感じで来たんですか？いや、ちょっと言いづらいんですけど、ちょっと、と思って、ちょっとボーナスの件でって言ったら、それで今日解決しました。いや、俺、金曜日ぐらいに早川から言われて、はい、嘘でしょ、お前やばいぞって言って、それって言って。その詳細は動画になってますんで、また動画の方で確認してください。ぜひ。一回、冗談で、緑店、最初、本開けてすぐかなんかで、まあ、一人ちらっと緑店で、ボーナスってことしないんですかって言われて、冗談で言った、まあ、なんか入るだろうと思ってたんで、前、社長と朝会で喋ってる時に、まあ、そんな決算報告見ても、ちょっと数字悪いよね。でも、ちゃんと出すものは出すからねって言ったような気がしてたんですよね。それが頭にあったら緑点数字悪いもんで、緑点だけなしだわってちょっと言っちゃったんですよ。マジで？そしたらガチなくだんだんなんかそういう流れになっちゃってなんか俺やばい、なんかどうしようと思って、俺社長と喋ったのあれ夢かなと思ってもうこれはちょっと言うしかないと思って、そうもうなんかどうしようかなと思って、それはあれだよね、申し訳ない、本当に申し訳ない。いやいや、本当です。本当にない時は事前にお願いします。わかりました。頑張ります。みんなでちょっと謝っといてください。はい、すいませんでした。ありがとうございます。早速来ましたね、大事曲。やっぱりざわつきますね。やっぱ言いづらいんだよね、みんなね。ざわついてるよ、お前。本当にお前、後ろ刺されるとこだったよ、お前。本当に多分恨まれてるよ、恨まれてるよ、お前。足を離れて。でもなんか本当に普段またお前、ダンケバカ野郎とか言っとるじゃん。うん。いや、社長も本当に俺に愛想尽かしたんだ、みたいになっとるわけじゃん、みんな。だから。相当、だってそうらそうでしょ。うん。怒り、俺、ってなってる。うん、こちらに。そういう評価なんだ。ボーナス入ってないの、しとったお前。知ってるっす。いや俺の場合は、本物聞いたばっかだし、そう今回厳しく評価されたなみたいな。いや、なんか、まあ、なんか厳しくっていうか、厳しいぞ、でもお前、こうなれるから。そうっすね。お若ちゃん、下げてねえんだもん、順調。下げてはない。下げねえんだもん、順調。コロナ一番いいのに、ちょっと待ってよ。しかし、皆さん、また戦いそうだけど、俺、予防線あったっけ。俺、コロナ、ズゴーンいたときに、何千万マジでして、俺、全部買ったんだ。すごくね、すごい。もう世間忘れるもん、会社みんな休めみたいな。うん、で給料国からもらって、うちするもんほとんどやね。あれ結局今回さ、ミスで払ってない。まあまあ、お前のミスでいいでしょ。ミスで5、6人しか払われてないらしい。まあ、俺は一覧があって、だってお前はその人たちだけ出ると思ってた。なわけないでしょ。俺も顔さらせ。もう鬼やぞ、俺それやってたら。しかもそれは普通の平然とした顔であるんですよ。俺部屋に回して解釈をしとる。多分お前が多分 V 袋うん、そうでしょ。ちゃうど V 袋どうでしょ。で俺こいつピッて聞いててさ、俺最初言ったことがあるな、これって払うんですかみたいな。どういうことみたいな。これって払うんですかみたいな。どういうこと。お前じゃあこれ払ってないの。払ってないです。嘘みたいな。まずいってそれって。ほんでお前俺
前 YouTube でお前フェラーリ買いましたお前なあのそうそうそうなあの買い物行きましたとか言っちゃってね買い物行きましたお前また YouTube で見たら新しい服着とるがもうやつ5人にしかあげてないのに振り株全員裏切っといてお前急にね何だこいつかんよなんかボーナスになると怒ることばっかですね去年も怒ってましたねなんでなんで去年は足場班からお礼がないって怒ってそれでコメント欄パチパチだったから社員の皆さんあおい顔モザイクかけとくと向こう向いてこれ社員な社員が見とる社員大丈夫あちょっとこっち側でモザイクかけてビーってこれかけてくれればこれ自分で持ったらいいじゃんで謝る責任立てて社員の皆様私のミスで払いが遅くなってすいませんでした必ず入れますのでご安心をおもろすぎたおもろすぎやなんか俺らこうやって怒っとるじゃんもう圧かけとるじゃん可愛くんとかもう全然ダメだなっつって圧かけられてるもんねこれ入らんとかってやばいんだよマジでもう圧すんじゃなぜこれギリギリ圧かけとるねマジプレッシャーをその計算が来る俺のこれでちゃんとパッてもう圧が入るからあ社長が言ってないんですよやっとるよ俺はちゃんと毎日頑張っとるからどんなやるってっていう思いをもらすだろちゃんと頑張っとるぞってお前よさとかちゃんと頑張ってんだからみんなただただ悪いやつになってるから普段怒ってプラスもなく優雅に乗ってめちゃくちゃ嫌な社長だからねめちゃくちゃ嫌な社長だよおかしいと思って聞きに行ったのおかしいっていうかもう紛失しとるなんで俺入ってあ電話がそういう電話が来たんですかそういう電話来た保険が入ってきたかもしれないそれ入るだろちょっとあんな不安になってきていやなしですみたいなちなみにリュウちゃんが聞いたからどうですかその人はリュウちゃんなんだ俺ボーイスねえよだからやっぱ足場班で出てるんじゃないのやっぱりその話題が足場班で多分辻さんは15日にかかってきてるんで給与見てそんな急にあいつそういうやつだもんお金には厳しいんだねないのとか言ってそんなない今年はないですよ、ね、でやってたやつ確かにでなんか車のローンをこんな時やってるかって言っててああそういうことかしかも15日ってまたお盆休み中なのに電話してきたんだよあそうなのこれは見たみたいにさあお前これリュウジに謝っときゃなと思ってあのレクサス買ったのにレクサス買ったのよお前水さん大変申し訳ない。まあ俺もいただけるな一言言わなかったら。ボーナスぐらいないもんで。あ、手で叩かれるわ。もう一回やろうって言われる。まあもうね、俺も確かに気がしてるからいいけど。でよく言うのはこいつの課題はそうなんだよね。聞かないんだよね。ちょっとずつこれ見ようと思ってれば、もういちいち一気にもやるとかよう言われるんだけど、まあ聞くよ。これ確認した方がいいのかなって。いやあんたが言わなかったもん。最初言っとったわこんな顔で。は？なかったじゃんそんなうざい顔してないんだけどもっとうざい顔してるよ俺もできんよお前のうざい顔あれがまあ練り替え道場は毎日平和ですはいまあ、今年ちょっとコロナがだいぶ続いてライト層に、ね、結構来てるんですけどまだまだちょっとキャパあって職人さんも本当にねいい人がいっぱいおるからでまあ足場シーリング全部自分のはい、本当にいいもの、まあね、よく一応安いとか、そんなの足場も全部外注、シーリングも外注、なんなら塗装職人にシーリチュチュってやらしてるだけ、うちどんだけのベテランが、まあ、今、実習生も使ってるけど、6年とかおるやつだからね、内容見たら安いよってことで、全然安い、まあ、この値段絶対出せんと思う、まあ、以上です、はい、まあ、緑に選挙を勝てら、会社の宣伝させていただきました。ボーナス未払い問題解決しました、社員の皆さん、まあ、俺もね、はい、これからも、はい、社長として、はい、頑張ります、はい、お願いします払えるように頑張りますので、はい、お願いします皆さんも頑張ってください、はい、お願いしますギャギャ言いますけど、これからも面会道場社員ともどもよろしくお願いしますせーの、また見てねー